その逆。緊張しっぱなしだよ、私。人前で DJ するの初めてだから。嘘？マジで？普通に DJ してない？こんなのめっちゃ上がるじゃん。日高ちゃん絶対初めてじゃないでしょ。いや、人のプレイで勉強したのそのままやってるだけだし。じゃあさ、あの曲流せる？最近流行ってるグループのやつ。ああ、それなら曲もあるし。やっばー、さらっと流した。それじゃあ CM でよく聴くこの曲は？メロディー的にちょっときついけど、こうすれば。わー、マリヤマちゃん、ひなかちゃん最高すぎ。本当にすごいよ。マリカもテンション上がっちゃった。リカの言う通りだったね。ひなかちゃんならできるって。あんま持ち上げないで、恥ずかしくなってくる。でも日高ちゃんに任せっぱなしなのもな。私もなんか。そうだ、この曲なら私もマリカもサラで歌えるよね。だね、カラオケでだいぶ歌い込んだし。なら歌っちゃおう。日高ちゃんもそんな感じでお願い。え？DJ とダンス。みんな聞いてくれてありがとう。初めてはすっごい盛り上がってる。会場中信じられないくらい上がってるし。リカは盛り上げるの上手だから。そんなレベルじゃなくない？お客さんの乗せ方とかすごすぎ。水島さんだって相当だよ。めちゃくちゃ可愛く歌って踊ってさ。モデルの足元のおかげかな。可愛く見せる動きってあるんだよ。けどリカもマリカもいつもこんな感じだからな。これがいつも？なんなのこの人たち。日高ちゃんどうかした？びっくりした顔してるけど。なんでもない。世の中すごい人がいるんだなって。そりゃそうでしょ。日高ちゃんもマリカも最高にすごいじゃん。え、私？こんだけ会場ぶち上げるとかやばいよ。私マジ踊りモードになっちゃった。だね、マリカも体がすっごい熱くなってるよ。私たちもっともっと騒ぎたい。日高ちゃん次の曲お願い。はいはい、この辺でどう？いいね、バッチリ。みんなも上がってこう。私も混ぜてもらっていいかな？初対面で迷惑かもだけど。オッケー、一緒にやろう。ありがとう、よろしくね。あんたダンスうますぎない？雰囲気につられて気合入っちゃって。ここに来てすごいダンサーまで登場。日高ちゃんの DJ も乗ってきてるし、私もマリカも負けてらんないかも。そうだね、もっともっと騒がないと。これ以上暴れるつもりなの？もちろん、パーティーはまだまだこれから。待ち合わせこの辺りのはずだけど。日高ちゃん、こっちこっち。急に呼び出してごめんね。大丈夫、ちょうど授業あったし。で、今日は何の用？まさか今度はここで DJ やれとか言わないよね。日高ちゃん鋭い。帰る。冗談だって。本当はこの前のお礼が言いたかったの。あの日のパーティーめっちゃ楽しかったから。終わりまでずっと
ね。みんなを巻き込んでさ。それもこれも日高ちゃんの DJ のおかげだよ。あんな長い時間 DJ やらされるなんて聞いてなかったけどね。びっくりだよね。全く悪いと思ってない顔して。そりゃみんなも喜んでたしさ。日高ちゃんは楽しくなかった？私はやれることやっただけだから、楽しくなかったとは言わないけど。そう言ってくれると思った。やっぱり日高ちゃんで間違いないね。何の話？日高ちゃんを呼んだのはもう一つ理由があるんだ。日高ちゃん、私たちと DJ ユニット作ろうよ。あの DJ 募集のチラシ2人も見てたんだけど、コンテスト優勝を目指しちゃうって。リゾートホテルで優雅に暮らせるんだよ。そんなの狙うっきゃないじゃん。ただ暮らすだけじゃないよ、 DJ としてのお仕事もしなきゃ。わかってるって。それも含めて楽しそうだし、だからさ、日高ちゃんにも来てほしいんだ。一緒に常夏島まで。もう優勝して専属 DJ になる前提なのか。当たり前じゃん。優勝すれば南の島で楽しく暮らせる上に大きなお仕事ももらえるかも。そう簡単に行くわけないでしょう。私はそんな無茶な挑戦する気ない。ダメかな。日高ちゃんならバッチリだと思ったんだけど。そもそもなんで私なの？他にもすごい DJ いっぱいいるよ。